お絵描きも楽しく、子供たちの好きなキャラクターを一緒に描いたり、一緒に学ぶことが大切になってきます。アンパンマンやドラえもんの絵描き歌を楽しく替え歌にしてみたり、曲のイメージを持って弾いてみましょうね。アンパンマンの絵描き歌。アンパンマンからアンパンマン体操、ゆい子の好きなアニソンから夢を叶えてドラえもん、すみっこ暮らしから泳げたいやきくん、いい湯棚から津軽海峡冬景色、ドビュッシーからショパン、モーツァルトにソナッチネ、ソナタなど、日々いろんなジャンルに対応できます。タンタンタン、うん、タンタンタン、うん、タンゴ、ゴリラ、ラクダ、ダンゴ、ゴリラ、楽しくリズムも合いの手を入れる。ラーメン、そーめん、あーめん、指替えも無理のないように、いつも先生はお話ししておりますが、手首や肩の力を抜いて関節を痛めないように、柔らかく指替えもゆっくり練習してみてください。昨日もお話しいたしましたが、スポーツも上達する上では体幹トレーニングを欠かしませんが、ピアノ上達は手首や肩の力を抜いて、あ、食パンスライム、食パンスライム、柔らかい、柔らかく手首をお化けのように、お化けが来たぞ、お化けだぞ、幽霊だぞ、幽霊が出すご飯屋さんのことは裏飯よ、瓶が三つで三輪車、タイはタイでも首にかけるタイはネクタイ、
そりはそりでも、男の人がシュッシュッシュッ、あシュッシュッシュッと剃るものは神剃りでございます。ややこの皆さんの楽しいアイデア、何でもアイデアというのはとっても貴重です。子どもたちの柔軟な発想力、面白いアイデアはとっても笑えます。先生の写真を首から上にすげ替えて、他の先生の顔写真を貼ったりとか、とても楽しいいたずらも大歓迎です。それでは、また。明日も良い子の皆さん、宿題きちんとできた子には先生はご褒美は惜しみません。練習をきっちり少しずつ、あら上手に弾けたわね、その調子よ。とってもスラースタッカートが綺麗に弾けてるわ。手首をもう少し柔らかくして、打鍵の位置もゆっくりでいいのよ。慌てないでリラックスしてゆっくり、ヘ音記号の位置も徐々に身につきます。それでは明日はうまい棒かな、それともクッキーかにゃ、駄菓子屋さんにあみだくじもお楽しみでございます。